これ道の池の、南か貝塚川ですね。ここはもともと自転車屋さんがやってはったみたいですね。この隣、これ家で見ませんけども、ファミマの向かいは芋膳になってます。でここしか入り口が取れないような形状なんでね。でここからこう入り口ができて、で今こう向こうでね、土を運び込んだりとか、その工事をするための道を今作ってます。これね、多分子供の頃この道の池で遊ばれた方っていうのもたくさんおられると思うんですけども、これもうこういう風景っていうのは残りませんのでね、今ここ中入らせてもうて、もう最後にこういう風景が記録として残っておる、そういう最後の状態じゃないかなと思います。道の池の工事がだんだんと進捗していくよということで、また今後ともちょろちょろと撮りに来ようかなと思っております。